どうもー、藤田です。はい、ということでね、今回紹介するナンバーはこちら、ドスンとキャプテンエド、 ED と書いてエド、こちらのゲーム、1989年8月25日、CBS ソニーさんより発売されたシューティングゲームとなっております。まあ、シューティングゲームと言っておりますけども、なんすかね、この地面を叩いてアイテムを出すみたいな、地面の色ばっかりに気をつかなきゃいけないゲーム。なぜかというと、この赤、青、黄色、緑っていう地面があって、緑は通れる、青を叩くとアイテムが出る、赤は当選簿、黄色はダメージみたいな。だからもう、そのなんか地面ばっかり目がいっちゃう、地面を叩いてアイテムを出しつつ地面ばっかり目いっちゃうみたいな。これもね、斬新さだけが先行して、もうシューティングゲームとすら思いにくいゲームとなっておりますね。そのパネルの色によって進める進めないとか、ダメージ受ける受けないとか、その理屈も分かりづらいしみたいなね。まあ何個か面はあるんですけど、全部がそんな感じなんでね。あと随所にあるミニゲームっていうのもなかなかね、アホなキャラクターが迫ってきたりとか、まあなんで、まあバカゲーとも言われてますね。意味不明ゲー、バカゲー、クソゲーとも言われがちなゲームと言われてるキャプテンエド。キャプテンエドスタートです。まあこのアニメーションはいいですよね、名前つけてくれと。タジフレいきますよ。やっぱいきなり始まるんですよ。テレテレテレ、これビームで敵を出して、この黄色いところダメージ受けてます。でこの赤いところは邪魔っていうか通れないっていうか、緑は普通に通れるところ、青のところ叩くとアイテム、これは通れないですよ、こんな感じでいけないみたいな感じなんですよ。赤のところはなんすかね、当選門みたいなことですね。で黄色はダメージ、やばいです、どんどん減ってますよね。今48っていうところがどんどん減ってるじゃないですか、この黄色いところ通過すると。敵に当たったやつで殺されましたね、今ね。これが理屈分かってる人間やってますかね、一応ね。すげえ久しぶりだけど。だからいきなりやったら何が起こったのか分からないままゲーム覚えになるっていうね。まあゲームじゃないんじゃないかなっていう意見が出てくるわけですよね。まあ、説明書にね、いろいろ書いたりはするんですけど、でも書いてないよ、これ。ブロックカラーに注意。綺麗な色に惑わされるな。だから赤がダメとかそういうこと書いてない、自分で分かれってことでしょ。超やばくないですか、これ。あとは、まあ、小判が増えるとか、そういうのは書いてあるけど、書いてないと言っても過言ではないですよ、説明。この赤いやつは黄色を通過しながらいいと。まあ、シューティングっちゃシューティングだけど、この壁だけが気になっちゃってね。この赤は弾かれるってことですね。減ってますね、パワーがね。でも即死とならない。そこはまあいいんですけど、黄色は通過しちゃうとダメージ受けます。今75って書いてある。今エネルギーで回復したってことですね。このなんつうすかね、この背景のところをまあわかるんですよ。背景のところを考えながら敵を撃って倒していけってことなんですけど、でまあなんか地上のビームと空中のビームを使い分けろみたいなのをヒントにこれを考えたとは思うんですが、なかなかねっていうところですよね。いやいやいや、ちょっと待って、動けない。この黄色はダメージだしね。緑のところ。だってこう、もう赤で埋め尽くされてるじゃないですか、結構。ガソスター満タンですか。これ、A ボタン連打で入れるしかないってこと？なんとなく小さい細かい描写はありますけどね。ここだから結構ここ普通で良かったと思うんですよね、シューティングゲーム。このなんか変なの乗せたことによってゲームとして成立しなくなったんじゃないかと踏んでるわけなんですけど、
単に打ってこの打って地上ハンマーでたた叩いてアイテムを出すみたいな感じだったらまあまあ普通だったんじゃないですかね。このパネルがもうよりねわけわかんなくしてるしっていうとこっすかね。やばいやばい、ちょっと待って、あ、出た。来ましたね、ミニゲーム。ドラム。ついてこれる。わかります？ BA、BA みたいな感じで押せみたいな。ついていけるとかそういう問題これ。リズムゲーっぽいことはあるんですけどね、ちょっと。ついてくるとかそういうことじゃないの？A 連打。A と B で一応叩いてる太鼓は違いますね。どうしたらこれいいんだっけ、そもそも。AB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 、上上下下みたいな。これどうなったらいいっていうのはちょっと記憶にないですけど。スビート。負けたの？え、これどういう基準で勝ち負けちょっと覚えてないですけど、まあまあ負けたと。ということで、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。まあなんすかね、その色によって通れるダメージ受けるアイテム、斬新といえば斬新なんだけど、なんで地面はそんな感じにしたのかっていう疑問点は残りますよね。まああと、なんですかね、その赤いのに挟まれても死んだりはしないじゃないですか、当選棒になって。それはいいんですけど、逆にそうなってくると、その道中、ボス以外の道中が非常に単調になってきて、まあ適当にやってもいいみたいな感じになっちゃうっていうのもありますよね。なんでこれはなかなか、ゲームをやってるっていうのかな、なんていう気持ちにもなりつつ、なかなか難しいゲーム。まあ賛否は分かれるゲームというのは間違いないと思います。皆さんもね、そういうゲームが好きな方はぜひぜひやってみてください。ふじふじ、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ふじ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 。